皆様こんにちは、ギャラリー佐藤の YouTube いつもご覧いただきましてありがとうございます。さて今回は、高尊釜の京都からおいでになりました林優子さん白磁展をで、サブタイトルが、土バサミが織りなす美なんですが、5年ぶりでしたよね。はい、5年ぶりですね。お元気そうで。はい、ありがとうございます。もう作品を見させていただくと土バサミがすっかりとこう進化しましたね。はい、ありがとうございます。すごいと思いますよ。嬉しいです、ありがとうございます。皆さんにぜひね、その見て、岡山の皆さんにぜひ見ていただきたいと思いますよ。はい、ゆくさん、これちょっとご説明を。はい、白磁をハサミで切るという独自の技法を生み出しまして、2018年の10月に父と一緒に親子展をこちらでさせていただいて以来、本当に久しぶりの岡山で、私もまたここでやらせていただくことができて、また進化した作品を、ね、皆様にご覧いただけるということで大変嬉しく思っております。しっかり見ていただきましょうね。はい、ぜひ、はい、それでこれ後ろにこう並んでるんですけれど、今回はこういうふうに部屋中ギャラリーの間を全部優子さんがこうデザインしてこう並べてくださいましたんで、非常に見応えのある作品もそうですけれど、この並べ方、これも見応えのあるもので、ぜひあれ何でしたかね、プロジェクターですね。そう、プロジェクターでちゃんとこうよく分かるように説明をしてありますしね。はい、そうですね。はい、今回作品のだけじゃなくて、こちらの素敵な空間も一緒に作品と合わせて楽しんでいただけるようにと思いまして。ありがたいですね。そんなとんでもないです。素敵な場所なので、その場所を生かしたインスタレーションという形で作品をご覧いただけたらなと思っております。工房がそばにあるみたいな感じで、よく見えてね、この実演がこうね、本当は実演もしていただきたいですわな。ということで、こうしっかりと今回は、はい、宣伝して岡山の人に。わかりました。はい、はい、いや本当に5年ぶりに土バサミの作品を岡山に持ってこさせていただいたんですけれども、この5年で、やはりかなり進化をさせていただいて、いろんな方にいろんな場所で見ていただけるようになりました。この5年間でですね、ハサミ花を切ってるだけだったんですけれども、羽になったり、またまた、西陣織の帯になったり、本当にいろんな作品を進化していっておりますので、ね、そういった部分も皆さんに楽しんでいただけて、作品をご覧いただく土バサミっていう新しい技術を楽しんでいただくっていうことを、今回は皆様にご紹介できたらなと思いますので、はい、うん、その芸術的なアート的なものばっかりじゃなくて、こういう風に普段使いのね、はい、こういう優しい、白磁ですけれどちょっとこう、はい、そうですね、かわいらしく、かわいらしい、本当に当代継ぐのが女性初めてなんですけれども、女性の皆さんにも使っていただけるような感じで、可愛い色合わせの。優子さん若いからね、すごいいいですよ、これからですよ。いや、ね、嬉しいですね。いやでも本当になんかこうたくさん進化していくのをこうご覧いただけて、すごく私も嬉しいです。もっともっと進化しますよ、はい、こういうふうにお湯飲みもこう面取りをしてね、非常にモダンですよね。そうですね、こういう普通の雑器からこういうふうにこうお抹茶の、はい、これ貼り付けですかね。そうですね、葉っぱの部分だけは貼り付けてるんですけども、花の部分はハサミで切り出しております。それとそれから私はね、この、白磁の中でも静止白磁って言うんですよね、はい、それはどういうその乳白色、ね、そうですね、はい、高尊の白磁は特徴がございまして、大変コッパイという分、成分をたくさん含んでいることによって透明感、はい、透明感とか、あとは、すごい白玉のようなこう柔らかい発色をするということがとても特徴的でございまして、その静止白磁、この静止は中国四大美女の静止さんから取ってるんですけれども、なんか美人の肌と、そうなんですよ、肌の綺麗な静止さんから取ってる、うん、
これとよく似てるっていうわけですよね、はいはい、そうですね。それで祖父が名付けたんですけども、この この白磁を使って、透明感のある器も制作しておりまして、代々の仕事とあとは自分らしいものづくりというものも、大切にどちらも、引き継いでいけたらなと思っております。こういうふうにね、あのオブジェも並んでますからね、ぜひ皆さんあの遊びにいらしてくだされば、あの私ねギャラリーっていうとこはね買い物をするところじゃなくってね、こう作品を見ていただく、見に行く、遊びに行く、作家さんとお話をしに行くって、そういう場所、普通の、 あの売り屋さんやったら売り屋さん行けばいいんですけど、ギャラリーっていうところはそういうふうにあの買う目的じゃなくって見るとか、はい、作家さんの思いを知るとか、はい、作家さんとお話をするとか、そういう場所にね、はい、していただければ非常にありがたいし、どうぞお遊びにね、はい、岡山の、あ、先生はね、あの明日12日と13日はいらっしゃるし、はい、で、あの最終の27日と28日もいらっしゃるし、ぜひね、はい、あのお会いに、若い作家さんですからね、とても面白いですよ、ぜひお越しいただければありがたいです、はい、あ、それで展示期日は、5月の12日金曜日から、5月の28日日曜日までですよね。はい、はいはい、じゃあ最後にちょっと一ついいですか。うん、どうぞ。今回岡山市でやらせていただくということで、うん、岡山と何かご縁がないかなと思って、うん、ちょっといろいろ探してたんですけど、ほうほう、岡山の鹿、市のお花、何かご存知です？うん、岡山の、あの、だいたい県庁所在地がある、うん、あのまあ、市だったり、府だったり、区だったり、みんなお花があるんですけど、すいませんね、50年住んでますけれどそうなんです、ちょっと調べさせてもらったら、うん、岡山市のお花は菊なんですね。あ、菊ですか。はい、そうなんです。で、あの、これもご縁なのかなと思って。なるほど。はい、今回またあの岡山の方にあのたくさんご覧、岡山市でご覧いただくことで、岡山市の花は菊なんだよということも、あの逆に京都の人間だからこそちょっと気づけた部分もあるのかなと思うので。ご縁があるんですね。はい、本当にそうですか。そうですって、はい、ぜひね、その菊のこれを見に来ていただければありがたいと思いますね。はい、さて今回のお話はいかがでしたでしょうか。皆さん頑張って喋りましたんですよ。ギャラリー佐藤の YouTube チャンネル登録をよろしくお願いいたします。皆様のご来店をお待ちしております。